月に開幕した J リーグも今日入れて残り5試合、今シーズンの集大成の時が近づいています。湘南阿部のキックオフで始まっています。キャプテン大岩から右の岡本へ池田が走り込んでいきますが、サイドを変えていく、川崎カットしてここは前から潰していきます。うまくボールを奪って中、阿部、阿部が左足をシュート、クソンユー、いやー、いきなり勝負いい形でシュートまで来ましたね、はい、そうですね、もうキックオフの形がキムミンテ、プレッシャーをかける武田、ただ池田が間で受けて岡本がクロスして入ってきた、あっとホイッスル、思わずファールです。ミサオがファールをしてしまいました。14時キックオフの横浜 FC は後半35分を過ぎても1点リードという情報が入ってきています。このシーンでしたね、はい、あ、確実に当たってますね、はい、見事に決めました。ここでホイッスルです。いやちょっとね、最後サンがいい形で攻撃できそうな雰囲気が出てきたところで終わってしまいましたね。そうですね、いい形でいいリズムができそうだった京都サン FC ですが、はい、後半は1点を追う京都のキックオフで始まります。武田の左足ロングヒード、大橋がこの位置にいる、阿部とワンツーから抜けてくる、大橋、大橋左足シュートだ、これが湘南のエース、オフサイド、オフサイドフラッグ上がっている、オフサイド、湘南サポーターの皆さん確認、ロングですがないので、ここからあの、確認終了、得点なしという表示がありました。オフサイドということになっています。依然として1対0は変わりません。阿部選手が、井岡ロングフィード、ターゲットパトリック抜けてきて、さあ木下のシュート、トミーのセーブ、そうですね、こういうことが起きるんですよね。そうですよね、同点に追いついて勝ち点1をものにできるか、ここでホイッスルです。湘南ベルマーレ必死にこの1点を守り抜きました。